やっと一段落したね。あそこにいるのかすみちゃんじゃない？サビの部分はすごく集中してるみたいだね。邪魔したら悪いし、そっとしておこっか。お、マリナさん、こんにちは。こんにちは、かすみちゃん。ごめん、作業の邪魔しちゃったかな。全然大丈夫です。誰かとお話ししてた方が何かいい歌詞が思いつくかもしれませんし。そっか、作詞中だったんだね。今度のライブの新曲？はい。でもちょっと詰まっちゃってて。そうなんだ、大変だね。そうなんです、大変なんですよ。歌詞にしたい気持ちはいっぱいあるんですけど、うまく言葉にできなくて。確かに気持ちを言葉にするのって難しいよね。何か私たちに手伝えることがあればいいんだけど。ありがとうございます。あ、そうだ、マリナさん、いつも本当にありがとうございます。こちらこそ、どういたしまして。って急に改まってどうしたの？新曲のことを考えてたら、マリナさんたちにもお礼を言いたくなっちゃって。お礼？実は今度のポピパのライブ、アリサのおばあちゃんも来てくれるんです。アリサちゃんからも聞いたよ。おばあちゃんが来てくれるなんて嬉しいよね。はい。それでせっかくならおばあちゃんに新曲を届けたいって。アリサからおばあちゃんへのいつもありがとうって気持ちとか、普段は言えない気持ちとかをたくさん聞いて、そういうのをいっぱいいっぱい詰め込んだ歌詞を書いてたら、今の私がここにいられるのは支えてくれたり助けてくれるみんなのおかげなんだなって。そう思ったら、いろんな人への感謝の気持ちがふわわって溢れてきて、直接お礼を伝えたくなっちゃったんです。そっか、それでさっきありがとうって伝えてくれたんだね。でもそれはこっちの言葉でもあるんだよ。いつもありがとう、かすみちゃん。え？私、マリナさんたちにお礼言ってもらえるようなこと何かしましたっけ？いっぱいしてくれてるよ。いつもかすみちゃんやポピパのみんなに元気をもらってるし、ライブもすっごく楽しませてもらってるもん。はあ、そっか、マリナさんたちも私と同じ気持ちだったんだ。なんだかもっと元気になっちゃいました。それに歌詞にしたい言葉がいっぱい浮かんできました。かすみちゃんの力になれたのなら嬉しいな。新曲ライブで披露されるのを楽しみにしてるね。はい、いっぱいありがとうを伝えられる曲にできるよう頑張ります。